豊田地区ステージスタートします。さあスタートしていきました。橋田が4コーナーで、もう試合の橋田が走っております。スタートしていきましたの選手、この選手も関東リアル B 級を持っております選手。こけなければ非常に速い、この選手3000万の設置ファンが今日もミスターコマネチ期待してますんでね。期待してます。まあ1位とか2位とどちらかではこけてコマネチを見たい。僕たちはもう期待ですね。もうぜひともこれ見たい。さあ、フリーターン、フリーターン、右で返ってきましたよ。右で返ってきましたか。なんとなんと、さあゴール、近江選手タイムあるの方が1分54秒台に放り込んできました。さあ続きましてスタートラインに立っているのがゼッケン70番津田拓也。津田拓也真っ黒な VTR、 フレームまで黒の真っ黒のもう津田さんの心の色のような VTR です。さあ普段大嫌いな津田さんなんですけど、今日はですね優勝してほしいと、一応同じチームメイトなんで今日は応援してますんで頑張ってくださいね。さあ津田選手よろしいですか。はい、じゃあ津田選手スタートします。さあスタートしていきました。エンジン関係ほとんどノーマルの VTR 250、真っ黒な VTR がスタートしていきました。非常に速いタイムを出しておりました津田選手。こういう高速スラローム系は非常に速い、バンクブレーキを利用して非常に速いタイムができる選手となっております。さあどのようなタイムが出るのか非常に期待したいところです。さあ走行を言っているうちにテッツさんが帰ってきますよ。こういうしれっと走って速いのがテッツさん。さあタイムの方は1分49秒これは1分49秒どこか飛ばしてなくて49秒、これぶっちぎりなんですね。ぶっちぎりタイム出てますね。出てますか。マジですか。ちょっとさあこれで最終出走菊池選手、さあこの後どんだけタイムを伸ばしてくるか、菊池選手準備よろしいでしょうか。はい、それではスタートいたします。さあこれで激しいスライドを大ヒートです。でも止まっちゃってはいるんですかね。セナもないのでだからあとはもう4つ走ってコマネチが見れるのか、この瀬戸際なんですけど、コマネチが見たいですよね、みんな。いや、コマネチが見たい。コマネチが見たい。さっきなんてこけなかったんだ。きちっと決めて、あとはもう何してもいいですか。そう、大事ヒートはいいですよ、マジで。さっきの侵入スライド失敗した時点で、多分48分とかは無理だと思うんで。あ、いや、キリッといっちゃった。ちょっと期待したいですね、コマネチね。これで48秒出たら、ハッてなりますよ、皆さん。ちょっとね、実現ですね、僕のね。もっと遠いだよ。さあ、さっきのスライドで、まあ、でもシバーまで出たってますからね。それはないやろ。ラフ3ペナ。ラフ3ペナ。いつから嘘。ラフ3。まあ、沈む。もっと。わあ、惜しい惜しい惜しいとか言え。完成が上がる。さあ、1点ではこけそうになる 3P。ヒットエリアから完成が上がる。実質的なもんね、悔しいけど、これ、オープンプランみたいなもんですからね。そうですね。欲しいな。見たいな。なんか落ち着いて走ってきてます。流して欲しくないな。滑るテッツさんが見たい。すごい笑顔ですけどね。だからすごい笑顔が見える。テッツさんもやらない。見せ場ができないぞこれは。もう流してますね。もうがっかりだわ。まあ本物のテッツらしい走り、テッツさんらしい走りは。52秒です。1分52秒。